SCP-1 の一部分。アイテム番号 SCP-1。オブジェクトクラス M ブラ。特別収容プロトコル。SCP-1 は、編集済み、北部のサイトゼロの敷地に含まれています。フェンスは SCP-1 の効果が確認される周囲に構築されています。サイトゼロのセキュリティに加えて、許可のない立ち入りを防ぐために5人以上の武装警備員が常に配置されます。隣接する物理学研究室には常に研究員が駐在し、すべての異常現象を調査します。気分を冠した小さな金属製の銘板は良好な状態を保持してください。いかなる損傷も直ちに維持部隊に報告してください。説明、SCP-1 は、雑木林内にある円形の砂利道です。反時計回りの方向に歩いた場合、道は一周した後も連続的に上り坂となります。時計回りの方向に歩いた場合には、同じ量だけの上りと下りを含む予想通りの道筋を示します。SCP-1 の実験ログにアクセスするためにはレベル5のクリアランスが必要です。監視者協議会の新メンバーは文書1、オフアイブを読むことが求められます。文書1、オフアイブ。これを読んでいる君へ、まずはおめでとう。我々の一人はすでに亡くなっている。何かに殺されたのだ。おそらく怪物、または GOC からの刺客か。もしくはただ単に我々が少し炎に近づきすぎただけかもしれない、アーロンのように。もちろん老衰などではない。それには十分留意している、君もそうではないかね。とにかく老いた森戸が一人行ってしまった。ジェイソンか、アグネスか、あるいは私か。次に行くのが私でなかったらきっと驚くことだろう。私はいつだって一番替えの利く人間だったのだから。私は君が人間らしいものであるとしてこの文章を書いている。君が誰かから好意を示されることはおそらくこれが最後であろうから感謝してほしいものだ。君が誰であろうと、今までに何をしてきた人間であろうと、君はここに引き込まれた時高い地位にいた人間なのだろう。君はもうこの矛盾、不一致に気づいているだろう。私には君がすでにどのくらい危機を読んでいるか、どの程度断片をつなげ合わせているかはわからない。問題の核心はつまり、SCP オブジェクトの探索及び回収は仕組まれたものか、あるいは真っ赤な作り話であるということだ。財団創設以来我々は一度も SCP を、発見、したことはないのだ。すべての始まりから話そう。一つ昔話をさせてくれ。アーロンイコール、シーゲルは1891年にはコーネル大学で研究に取り組む物理学者だった。彼は才能に恵まれた人間で、違った人生を踏んでいたならきっとエジソンやアインシュタイン、ホーキングに並ぶ名声を得られただろう。私は彼と親しかった。彼は私の兄弟だった。おそらくは今でも。彼は熱心なアマチュア博物学者でもあって、森の中をハイキングするのが好きだった。ある日、エセックス郡の私の家族の家を訪れている間に、彼は砂利道に出くわした。彼は一度それに沿って歩いてみて、明らかに登り道が長いことに気がついた。近くの丘の上についていてもおかしくないのに、実際には元いた場所に戻ってきていた。その間一度も下り道がなかったにもかかわらず、他のものなら自分の感覚が間違っていたと思い込んでしまっただろう。だがアーロンは頑固な男だったので、詳細に調査を行った。彼はこの小道が純粋なユークリッド幾何学に合致していないことを発見した。殺経理のように、自然の合理性にとって忌まわしい何かを発見してしまったのだ。彼は研究した。彼が導出した方程式は君の受け取ったファイルの中にも入っている。最終的には暗記することになるだろう。彼は小さな小屋を建てて、それをその場しのぎの研究室として使った。彼の最初の実験はいかなる錠も開くことのできる、今や SCP-5 として保存されている小さな鍵を生み出した。彼は他人に協力を依頼した。彼の兄弟として、私は彼から最初に連絡を受けた者の一人だった。私は当時ハーバードの医学生だった。最初私は彼が狂ってしまったのだと考えたが、彼がその小道と鍵を見せてくれた時に、これはもっと研究するべきものだと感じた。私たち以外にも、同僚や友人たちが協力した。
そのうちの多くはすでにいないが、我々が核となったのだ。我々が中心となって財団を作り上げたのだ。当初は、単に我々が何ができるのかに関して理解することに取り組んだ。我々は高い希望、計画を持っていた。我々は世界を変えようとしていた。我々は世界を世界それ自体から救おうとしていたのだ。我々は飢えた者に食べ物を与え、飢えなき者に住処を与え、闇路に行く者を癒すことができた。トーマスイコール、カーターは我々のための資金を用意した。我々は貧しくはなかったが、すぐに手持ちの資金を使い果たしてしまった。トーマスは資金を用意するために、彼がウォール街やワシントンに持つ人脈を駆使した。彼らに我々が少なくとも何ができるかを示し、地獄の脅威に対して天国を約束したのだ。アグネスイコール、ピーターソンは私の兄弟の婚約者で、取りまとめ役であった。我々は組織の動かし方をまるで知らず、まるで猫の群れのようにあちこち走り回っていた。彼女は我々を組織に変え、無双化と狂人の群れを同じ区引きに結びつけた。我々はすぐに施設を建造し始めた。しかし我々はまだかなりの秘密主義だった。我々が世間に向かって見つけたものに関して叫びたかったのと同じくらい、我々はそれを失うことを恐れていた。地方を固めるまでの暫定措置だと我々は自分に言い聞かせていた。我々は最終的にはそれらを公開するつもりだった。一つ残らず、すべてを。まずは注意深くことを進めた。我々は小さく、無害か少し有用なアイテムを作った。若さの泉、弾むボール、南北戦争像。我々は自信を深め、人に関する作業を始めた。コンクリート男、彼は志願してくれた。もしくは腹部惑星を持つ男、彼はただの不老者だった。だが我々は彼を素晴らしいものに作り上げた、そうは思わないか？全く簡単だった。おそらく一つの小さな発見からそこまでいろいろなものを得られたというのは不合理に思えるだろう。しかし一つの発見から次の発見へと、すべて流れるように進んだ。ほとんど何かが我々の手助けをしているようだった。しかしその後、悪い方向へ進み始めた。方程式と戯れていた時に、アーロンは誤ってミッシングナンバーを生み出してしまった。私の実験室で、私はゾンビ病を作り上げてしまったことに気がついた。しかし我々はあまりにこのプロジェクトに投資してしまっていたので、このまま続けるしかなかった。そして悪夢のパイプと吹き抜けた階段が生まれた。我々は助けが必要だと思い知った。トーマスは軍に我々が何ができるかを見せた。彼らには我々がこれらを、見つけ、発見、したと説明した。我々は、プロメテウス研究所、や、カオスゲリラ、といった名前をつけた。彼らは資金と人員を与えてくれた。我々は構築し、外部に拡大した。他国への売り込みを繰り返した。何カ国かは聞いてくれたが残りはダメだった。だがそれで十分だった。今や我々は国際組織に発展した。より多くの研究者が仲間に加わった。ほとんどは我々がこれら研究対象となるものの生みの親だと疑いもしなかった。時に我々は現場チームによって、発見された、オブジェクトを手配し、時にはただ単に報告書を書いた。我々は書類仕事を作り、監視をした。我々がこうだと言えば、物事はそうなった。今でもそうだ。もちろんまだ問題は山積みだった。ジェレミーとトーマスは実験成果の一部を持って逃げ、自分たちだけの馬鹿げた組織を作った。研究者の一人は狂って機械を崇拝し始め、危険なほどの知識と共に逃げ去った。我々は今でも彼らの残したものに対処している。彼らは我々に属していた。我々は彼らを投御していた。我々は彼らを止められなかった。確かに見ただろう。慎重というよりは大胆に、我々は成長していった。私は小さな男の子を切り刻み、彼を肉々しいものに変えた。理由があった。いつだって理由があった。231。我々は彼女と姉妹たちを作った。孤児院から彼女らを引き取り、以後のことのために準備をした。偶然ではなかった。我々は自分たちがやろうとしていることを知っていた。かつては必要なことだと思えたが、今では絶対に思い出したくない出来事だ。私の兄弟、今や彼が何者であろうと、彼を除き誰もがそうだろう。我々は前に進み続けた。
アベルト地の海を生み出した後でも、あの忌々しい爬虫類の後でも、我々は果たすべき役割のために進み続けている。我々に他に何ができる？我々が始めた事象を生き残る唯一の希望は、よりよく理解し、さらに学習することだけだ。我々は恐ろしい獣の後ろにいる。もし今逃げようとするなら、押し潰されてしまうだろう。しかしそれは私が恐れていることではないし、君の恐れるべきことでもない。我々は基盤を100年以上にわたって固めてきたのだ。本当に私が猶予していることは、我々が作っていない異常物たちだ。いや、私は初めて真実を話している。我々は彼らのどれも発見していないが、そのうちいくつかは我々の作品でもない。それらはある日、そこに現れたのだ。それらは収容されていた。そして今に至るまでずっと収容されている。わかったかい？我々はもはや管理してはいない。今までだってそうだったのだ。